はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、普段の生活から思ったことをどしどし発信していこうというような趣旨のチャンネルになっておりまして、今回はですね、思い入れのないものの方がうまくいくっていうようなテーマでお話しさせていただこうと思います。 まあ、ちょっと抽象的なお話になってしまうかもしれないんですけれども、えー、私、あの冒頭で申し上げたように、今、えー、構成作家であるとか、えー、テレビリサーチャーであるとか、ライターであるとか、い、まあ、ろいろやらせていただいてるんですけれども、えーまあ、なぜこれを始めたかっていうと、そもそも、そもそもなぜその、今、あの私、あの出だしが構成作家事務所の方に、 あの20代前半ぐらいの時に履歴書を送らせていただきましてまあその履歴書を見ていただいた事務所のボスが私を面接に呼んでくださってその,その場で所属が決まったっていうような感じで入ったんですけれどもそれが大学院の2年生ぐらいだったかなと思いますえなぜその決断をしたかっていうと私別にその構成作家のところになりたいとかテレビリサーチャーになりたいとか思ったことなかったんですよ一度も。 えー、実はですねあの不就職先がなくってそれでもまあなるしかなかったっていうような感じなんですよね私あの小さい頃から文章を書くのだけは人よりも、まあ、ほんのちょっとだけ上手かったかなっていうような、えー、自負があったんで、えー、よく作文とか書いた時は、えー、まあ、えー、教室のクラスの前で、えー、発表とかもしてましたしあ あの指名して読んでってみたいな形で発表とかもしてましたしその度にお褒めの言葉とかも頂い,いてたりはよくしたんですけれどもまあそういった原体験があるのでまああと高校時代に演劇の脚本を書いたりとか大学時代にもショートフィルムの脚本を書いたりとかもしてたからまあ書くことだけは人よりちょっとまあ秀てるものがあるんじゃないかなっていうようなもうこれも勝手な自負なんですけれどもでそれでまあ あの就職先が大学時代見つからなかったからもうこの力を使うしかないって思ったんですよね当時僕は多分そう思ったんでしょうねだからあのとりあえず、えー、手っ取り早く稼ぐというか手っ取り早く生活を成り立たせるにはこの力を使うしかないからその ただあの小説家とか絶対難しいし脚本家とか,とかもいきなりなるのは難しいけどいきなりちゃんと生計を成り立たせられるのはすいませんねあの現役の構成作家の皆さん、えー、まあその中で一番その文章力を占める割合が低いだけど文章力はある程度必要っていうような構成作家っていうのが一番いいんじゃないかっていう <laughs> あの浅はかな本当に浅はかな考えなんですけれども今考えれば。 ということで、まあ、事務所に応募させていただいたところ、まあ、当時、それなりの、えー、大学院に通わせていただいていたので、その学歴だけを見て、あなんかまともな人だろうと勘違いされて、それであの入れさせていただいたのが、私がテレビ業界に入ったきっかけなんですけれども、そういうふうにその、もうこうするしかないから、こうするしかないからっていうその現実のもとで動いていった結果、あのテレビリサーチャーの仕事もその事務所で、あの まあいきなり構成作家たちにやるなんて難しいからということでまあとりあえずまあリサーチしなさいっていうような形でその調べ物であるとかまあリサーチ者ってあの企画を通したりとかあの感度えテレビ局テレビが何を求めているのかっていうのを感度を養うみたいなえ意味もあるので構成作家の見らないの方とかよくやってるんですけれども何年かそれで構成作家になる人もいればいきなり構成作家としてやる方もいれば芸人上がりの方もいればいろいろなんですけれども。 まあ、私もそのご多分に漏れず、えー、下積みから始めさせていただいて、えー、まあ結局ただその構成作家自体も私そんなに実は向いてなかったようでさっきの文章う,うまくなったって文章うまいから始めたって話どうなんだってことになっちゃうかもしれないですけれどもどちらかっていうとそのあんまりテレビを見るような、えーあのー、趣味もあんまなかったから。 まあ、とりあえずリサーチャーの方が向いてるしその中でもちょっと文章力を活かせるような企画、えーまあ、構,成構成めいた、えー、資料作りとかがすごい向いてるんじゃないかなっていうような、えー、形になってで今もうリサーチャーの方とか続けてるんですけれども、まあ、そのリサーチャーの仕事も、まあ、構成作家でいきなり、えー、食べていくのは難しいからこの現実問題としてリサーチャーを始めたっていうような形でその本当にまあ 思いいがないんですよどれも正直言ってしまえば思い出がないからこそ今も続いてるんですね仕事としてえなぜかっていうとそれはあの今申し上げたここに変に夢があると私あのまあ自分の経験になってしまうんですがこれもえ映画監督とか大学時代映画撮った時になろうかなとか思ったこともありましたし えまあ高校時代は演劇もやってたから役者にもなりたいなとこの滑舌悪い男が思ってたんですけれどもえまあいや夢ばっか先行してたんですよその時まあ大学院時代はテレビ局員になりたいとかも思ってましたしそれもまあ夢じゃないですかで現実が多分見えてないからこそ就職面接でもうまくいかなかったと思いますしうまくいってないあのなんか夢ばっか見てなっての短短されたんだと思いますし今考えればまああのー 映画監督とかやりたいなと思った時も特にそのそのための地道なものっていうの積み上げっていうのをやってなかったから映画見るであるとか、えーまあ、さカメラの勉強するであるとか、えー、そういったこと全然やってなかったからそれはなれないよなっていうのは思うんですよねただ私がもしその現実的なルートとして映画監督になるしかないっていうような判断のもとなろうとしたんだったら多分慣れてたかもしれないんですよ。 なあのまあ分かんないですけれどもあのそれはやっぱりその、えー、食べていくにはこの道しかないから監督の道しかないからとりあえずじゃあ、あのー、それに必要なことをやっていこうって形でその実続きになる形で、あのーまあ、監督になるっていうの何が言いたいかというとやっぱりあの冒頭で申し上げたように、あのーまあ、夢を持つのってすごい大事だと思うし。 あのー、そうですね高い目標とか高い志理想を叶えようとして生きるのってすごいいいことだと思いますし私もそうでありたいなと思うし、えーまあ、そうすることによって人生で充実していくんじゃないかなっていう思う反面ちょっとそれは、えー、現実地に足がついてないことにも人によってはなるんじゃないかなと思います。もちろんその夢をとか大使を抱いて 俺はこれをやるんで私はこれを叶えるっていうことでうまくいくっていう人も絶対いっぱいいるとは思うんですけれどもまあ少なく,なくとも私はそういうタイプじゃなくて多分多くの人がそういうタイプじゃないんじゃないかなと思うんですね。えー、まあ多分その目標に対してその夢とか変に持っちゃうと浮ついてしまうんじゃないかって。 思うんですよ心が浮ついてその理想しか見えてないだけどそうなった時に実際にそれを叶えた時に現実っていうのは絶対付きまとってくるわけだから必ず綺麗な一面ばかりじゃないと思うんですよその憧れの職業に就いたからといってまあ権力構造も権力闘争もあるしいや、えー、予算の問題でこれできないですとかも絶対あるし、あのー、まあ、えー、この人を使わないと、えー、この人を使わないとダメですとか えー、このロケーションちょっと例えばテレビとか映画業界とかで行ったらそういう現実を、あのー、受け止めながらやっていかなきゃいけないからあの夢をだっばっかり持ってる場合だとちょっとその現実に打ちのめされてしまうっていうようなことがあるんじゃないかなと、えー、私は、えー、思っているんですね。 えー、なので、今全部私が続いている仕事っていうのは、あのあまあ、正直な話あ、こんなもんだろうなっていうような、あまあまあ、こういったこともあるよねとか、こんなトラブルもあるしっていうような形でそれを受け入れて、つ、え、な、ー、いでいった結果、た、えー、多分この,子は、えー、この人はあの現実に。 差分分かかっっっててていいいいるるんんじゃないかなっていうううに判断されたっていう部分があると思うんですよだからこそ依頼が来るしっていうような、えー、まあ来なくなるかもしれないんですけれどもこ今後、えー、っていうのがあるんじゃないかなと思っていてそうですねまあその方があの生活的にもすごい安定すると思うんですよあの夢を目指すにしても、えー、とりあえずはその食べれるようになって、えー、お金を確保して その上で心の余裕を持った上で夢を目指す目標を叶えようとするそういう態度の方がまあ多くの方多くの場合はうまくいくんじゃないかなと私は思っていますそうですねまあ翻訳とかも始めたのも今英語の翻訳とかっていうのはそれもすごい成り行きで始めたことなんで今なぜかそれがあの収入の柱の一つになったりするからまあ不思議だなと思いますでもしかしかたらその えー、関係ないことを続けていった先に夢とか目標に続いているってこともあるんじゃないかなと私は思うので、まあ、何かの参考になればと思っております、えー、ご覧いただきましてありがとうございましたこの動画が良いと思った方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたしますそれでは